モデルプレス2024年9月13日13日放送のスノーマンの冠番組それスノーマンにやらせてください SPTBSK 金曜夜7時から8時55分では企画ダンスの完コピレボリューション第7弾を放送するそれスノースノーマンエンハイペンらがダンス対決誰もが一度は見たことのある振り付けをその場で完璧にコピーし 間違えることなく踊り切ることができるかを競う人気企画、ダンスのカンコピレボリューション。第7弾となる今回は、スノーマン対グローバルグループエンハイペン対後藤希率いる、桃色クローバー Z、佐々木彩香、元 AKB48& 元 SKE48、松井ジュリ奈、石井杏奈の、カンコピ女子選抜チームによる豪華三つどもへのダンス対決を2時間スペシャルで放送。 松井の AKB48 初センター曲、大声ダイヤモンドでは、渡辺翔太とエンハイペンのリーダー順言、ジョンオン、が、本家、松井に挑む。スマップの名曲、ダイナマイトでは、新沢達也向井浩二対順言 &NIKI、二期、のガチダンス対決。さらに、後藤松井のグループセンター経験者コンビのコラボダンスもある。岩本照対ヒーズアング、ヒスン。 対佐々木では、エンハイペンと同じハイブミュージックグループアーティストレーベルの先輩、BTS の超激ムズ曲対決も展開。さらに、エンハイペンの代表曲で、NIKI 対宮舘涼太のハイレベルなセクシーダンス対決も見どころ。そして、ももクロの夏の名曲に and and Jake、ヒーズ・アング・ジェイク、ジェイクが挑戦するなど、それすのでしか見られない激レアダンスが次々と披露される。 それすのサプライズゲスト登場。ご本人と完コピダンス。対決では、ゴールデンボンバーがサプライズ登場。ゴールデンボンバーと一緒に、あの名曲、オードリー、完コピを目指す。岩本テルゴールデンボンバーダルビッシュ・ケンジの仲良し、サスケ、コンビのコラボダンスが実現。しかし、まさかの事態で波乱の展開が。果たして、 ゴールデンボンバーに混ざってカンコピダンスを成功させることができるのかレアダンスが次々登場する豪華 J-POP 対 K-POP ダンス頂上決戦2時間スペシャル。対決を制するのはどのチームなのか